高校の時、水泳の授業なかった。僕もなかった、水泳の授業。泳ぎたかったわ。てか、なんなら今泳ぎたい。なんか、泳ぎたいなと思って。ゴーグルと、海パンだけ買ったんだけど、行ってない。行こう。行こう。ピピ泳げるんだ。え、でも何年ぶりだろう。もう10年以上ぶりよ。泳げるのかなぐらいの。ね、土入りのゴーグルすごいよね。めちゃくちゃ便利。土入りのゴーグルなかったらもう、ダメじゃん、僕って。もう、水の中では、虚無。何の力も、使えない。ピピ、ウォータースライダー好きそう。ウォータースライダー超好きだよ。生きてー、ウォータースライダー。あ、流れるプールもいいね、流れるプールも。流れるプールで、流されたい。ちょっと雑談なんだけど。とうとう、プールに行きまして、僕。ちょっと、この夏はプール行くぞ行くぞって言ってたんだけど、僕。ようやくプールに行きまして。いや、なんかね、体力使うね、プール。プールマジで体力使うね。もう25メートルプールを、もう本当に、ひたすらストイックに泳いでたんだけど、あれ、クロールってこんな大変だっけみたいな。もう普通になんか、25メートル泳いで、みたいな。やべえ、疲れた。でもね、1時間半ぐらい泳いだよ。がっつり。何本泳ぎました？でもね、結構泳いだ、泳いだ。何本か数えてなかったんだけど、1時間半ぐらい、もう自分のペースで、ずーっと、行ったり来たり。え、もう全然キャッキャじゃないよ、もう。全然キャッキャではなく、もうバシャバシャ、ううって苦しみながら、苦しみながらっていうか、体力がね。いや、でもマジでいい運動だったわ。ちょっとまた行きたい、普通に。平泳ぎもね、マジで、あれ平泳ぎってこんな進めないっけってなったもん。でもね、タイムが見れたからさ、時計がね、置いてあって、タイムを測ったんですよ、25メートル。クロールが、あれ25メートル、だいたい31秒ぐらい。あれ ?21 秒だっけ ?31 秒だっけ忘れした。あれどっちだっけ、じゃあ分かんなくなっちゃった。で、平泳ぎが40ちょいだったかな ?44 秒みたいな。あ、40だっけ、もう忘れちゃったわ。あれ、もう記憶が、ダメだ。もう運動よりも記憶をどうにかしろよっていう。